皆さんこんにちは。一宮町長の玉川孫長でございます。この度は九十九里ポータルサイトクローズアップ行政で一宮町を紹介させていただく機会をいただき誠に感謝しております。一宮町は千葉県東部にある九十九里海岸の最南端に位置しておりまして、東には太平洋、西には里山や池が点在し、町の中央には一宮川が流れております。海、山、川と3つの大きな自然を手にしており、また気候にも大変恵まれ、夏は涼しく、冬は暖かい、とても過ごしやすい土地でございます。明治30年頃には鉄道が開通し、財界や政界の著名人がたくさんの別荘を建てられ、総理大臣の別荘も3つございまして、東の大磯と呼ばれ、保養地として全国に名を広めることになりました。つい最近、今年の芥川賞が発表されましたが、芥川龍之介も小説羅生門を世に出す1年前、当町に滞在しております。芥川はこの一宮町で後に奥様になられる方にプロポーズの手紙を書いておられます。町の歴史は大変古く、昨年は町制120周年という節目の年にあたり、町民の皆様のご協力のもと、さまざまな記念行事に取り組んでまいりました。一宮市の伝統と歴史を振り返り、町づくりに貢献してこられた先人の方々に感謝の念を新たにする機会となりました。さらなる町の発展のために今後も引き続き努力してまいりたいと考えております。現在町の人口は 12,572人でございます。一宮町は都心への交通アクセスが良く、首都圏へ通勤しながら豊かな自然の中でリゾート生活を楽しむことができる、そういう場所として近年移住者の方に大変ご好評をいただいております。昨年10月には国勢調査が行われましたが、全国的に人口が減少している中で、我が町は人口の増加が裏付けられ、大きな自信と希望を持っております。特に小さなお子様をお持ちの30代の働き盛りの方がたくさん増えております。町としても大変嬉しいことでございます。この理由といたしましては、 JR 関西一宮駅が通勤快速の始発駅ということで、毎朝座ってゆっくりと都心まで通勤できるというメリットがございます。また一宮町はサーフィンの盛んな町でございまして、毎年秋には外国人選手と日本人選手が競い合う国内最大級のサーフィン大会が開催されております。このようにサーフィン文化が町の雰囲気を明るいものにしておりまして、例えば小学校のプール開きにプロのサーファーがサーフィンの体験指導をしてくれるなど、子どもたちがのびのびと成長できる環境が備わっております。またこれはある意味当たり前のことでございますが、首都圏に比べ土地が格段に安いということで、一宮町では広い庭を持ち、土と触れ合った人間らしい生活を送ることができます。このような素晴らしい住環境をさらに発展させるために、町では道路のバリアフリー化や関西一宮駅のエレベーターの設置などに取り組んでおります。都会と比べてとかく不便だと言われております公共交通機関でございますが、町では昨年10月から新ニコニコサービスという公共交通の新しい仕組みをスタートさせました。これは65歳以上の高齢者や障害者の方であればどなたでも、また町内であればどこへでも無料で自宅から目的地まで送り迎えをする予約制の乗り合いタクシーでございます。このように子どもからお年寄りまで快適に暮らしていけるように環境整備を心がけております。最後に昨年誕生いたしました町のキャラクターを紹介いたします。一宮いっちゃんです。
どうです、かわいいでしょ。全国の自治体では珍しい女の子のゆるキャラでございます。町の行事に登場したり、会場を盛り上げたり、一期一会の広報大使として大変活躍をしております。まだまだ町内で紹介したことはたくさんございますけれども、一期一会のホームページや町の観光協会のホームページなど、ぜひご覧になっていただきたいと思います。また町ではいっちゃんのツイッターや町職員のブログ、一宮町ハロハロ日記など最新の情報発信に頑張っております。一宮町はとても楽しいところです。またトマトやメロンや梨など美味しい農産物がたくさんございます。今の時期でしたらいちご狩りもございます。ぜひ一度お立ち寄りください。皆様のおいでを心からお待ちしております。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。